い、皆さんご一緒に。おはのはのです。今日もフォートナイトをしていきます。今日は可愛いスキンでラスビクとビクロイです。ということで、いつもの通りジョンカーズスピードウェイに降りていきます。今日はタイトルにもある通りラスビクチャンネル復活ということで、Kさんとマコトンとトリオをやっていきます。で、バトルパスについてくるレノックスローズちゃんやっと開けれたので、今日はレノックスローズちゃんの可愛いスキンでビクロイを撮っていきたいと思います。とりあえずこれで初動の戦闘は終わりですね。いつもはシドちゃんっていうあのピンクマちゃんの皮をかぶった可愛い女の子を使ってるんですけど、レノックスローズちゃん可愛い、固定好きになるかもしれない。久々にバトルパスで可愛いの来たなって感じですね。このみんながスプラトゥーンスプラトゥーンっていうこの武器がね強すぎた。そして誠を起こし慣れすぎて秒で起こしに来てくれる。これね、お猿のスキンも可愛いよね。で、車に乗ってアンチ移動していきます。ということでガンガン行きます。撃たれても気にせず走る。車だからね、抜けてっちゃえば私たちの勝ちですよ。って思ったらまだ撃ってくる。後ろから挟んでくれてるんですよ。とりあえずアンチ内の山に着きました。建築できるよ、建築、うん、さっきまでね、ゼロビルドをやってたので建築できることをみんな忘れてましたね。あ、山裏降りちゃおうか。反対側降りちゃえば撃たれない、うん、そんなこんなで反対側に降りてきます。そしたらね、一人飛んできた。飛んだ。これでめっちゃロー。早めに行かないとやばい。後ろから3人がめっちゃ勢いよ。このね、レンジャーショットガン一発が強いけどリロードしなきゃいけないからいつも使うの渋っちゃうけど、持ってると強い。やっぱロマンがあるしね。ショットガンで一発の火力がないと足し算ができないから混乱する。細かく足し算ができない。足し算の練習しなきゃなってそう最近思ったの。敵来てますね。こういうとこ開けるとね、絶対敵出てくるよね。ということでね、Kさんが倒してくれましたね。また鍵をゲットして現在鍵2つ。買いました。はい、これでうちらはダッシュできる。チリチャグ久々に見たわ、うん、あ、ということでね、チリチャグもゲットしてアンチに向かいます。あ、右から入れよ、右、いいよ、いいよ、うん、あ、上やばか、私らも飛んでこう。ここのね、飛ぶところがめちゃめちゃ人気で、
いつもなんか敵が飛ぶの待ったり、敵が下の方から飛んでいくのを待ったりとかしてる気がする。で、今回はね、人より先にアンチに移動しようかなっていう感じですね。こんだけ端っこのアンチになると、先に移動してると移動が追いつかなくて倒れる人もたくさんいるので、移動頑張りたいですね。ここでね、イノシシさんに乗って走っていきます。今回ね、ラスビクトやったのめっちゃ久々なんだけど、なんかいろいろ武器揃ったし、アンチはそんなに遠くないし、いや遠いか、真反対歩いてるから、なんかいい感じにできましたね。あとは友達とやるフォートナイト楽しいなって思いました。なんか結構さ、前のシーズンと環境変わったから割と楽しくできてるのかなっていう気持ちもありますね。みんなスナイパー持ってたけど、私持ってなかったから全然見えなかった。いけるね、いけるね、めっちゃ走ってる。危ない危ない危ない。そう、やっぱこのくらい極端なアンチだと残り人数も少ないですね。アンチ取られてるうちに後ろから壊れるとやめる。そうよくあるからね、それ。こういう山の高いところは狙われやすいのでね、気をつけなきゃいけないですね。イノシシが邪魔。そのイノシシは私が連れてきたイノシシですね。かわいそうに走れって走らされて邪魔とか。ナイス。後ろ、あ、前だった、失礼しました。後ろいる、こっちもいる。で、案の定ね、後ろからも敵が来てましたね。撃たれたのは前からだったけど、しっかりフラグは回収していきます。安定にマコトンが起こしてくれる。で、次のアンチが決まりました。もう山登ってますね、敵さんは。ちょっと牽制しておきます。早いな、あ、上取れた。ここ私混乱した、左右に敵がいると思って。屋根かけられてますね、完全に。切り替わんなくて骨ブンブンぶん回しちゃった。エイムが良かった。一人やった。ナイス、私も一人やった。一人やられた。後ろね、後ろから来て。間違った、計算った。間違えちゃった。大丈夫だね。ナイス。おい。ということで、ビクロイです。やったやん。やりました。今回は可愛いスキンでラスビクとビクロイということで、ビクロイ見事取れました。K さん9キルで大活躍です。みんなキル取れていい試合になったかと思います。ということで、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。これからもどんどん動画上げていくので楽しみにしていてください。それではバイバーイ。